まあね、そうそうそう、ヤンキースとかね、ニューヨークヤンキースとかね、なんで野球の選手じゃないのになんでヤンキースというかと思う全然なんかこう、違うんだ、そう洋服は野球みたいじゃないのになんでヤンキーというのかと最初思ってたんですけどね。でもまあ、多分50年代とか、そういう映画あったでしょ、いろいろそういうウエストサイドストーリーとか、そういうようなやつがから似てるから言ってるのかなとか思うんですけど、なんでですかね、ヤンキーって。あれ分からないんですよね、なんであれ、あれ違うじゃんっていつも思ってるんですけど聞きました。ニューヨークでね、タクシーに乗った時に、ずっとうんちゃんがヒップホップかけてこうやりながら運転してるんですよなるほど、アメリカ面白いなぁなんてそうですね、いやもうニューヨークじゃあいらっしゃったことはあるんですね。ニューヨークあるんですよ。なるほど、ニューヨークもいい街ですよね。いい街ですね、本当はニューヨークこの前行ったばっかりですけど、結構東京と共通するところあるんですよね。夜中まで食えるし、いいところですよね。今治安も良くなったんですよね。良くなったんですよ、びっくりするぐらいに、もう本当に15年前ぐらいだったら絶対ここに歩いていけないところって今平気で来たり、どのぐらい、いつぐらいいたんですか。もう随分前ですね、8年ぐらい前ですかね。じゃあまだちょっと危なかった頃ですかね、裏道は入らないでくれとか。やっぱりちょっと変わった。まあ気をつけることは今でも気をつけますけどね。帰りのね、空港に向かうバスの中でこうやってね、運転手さんがこうやって行ってホテルにこう迎えに行くじゃないですか。そしたらここら辺にこうね、ぐるぐる巻きにして、まるで銃を持ってるようにしている、向こうで不老者みたいな人が、お金をちょっと。その時やっぱり答えなきゃいけない、タフで答えなきゃいけない、I'm out man とか言わないといけないんですよ。ただ No とか焦っちゃいけない、焦ったらダメなんです、ね、ダメですよ、もう I'm out man って、もう出ていけよみたいなのしないといけない。そうですね、もう全然聞かない感じ、もういけいけみたいな態度ですよ、全部そういうタフな態度を出さないといけない街ですよね。そういうところでいろんな漫画家は多分先に絵というところだと思うんですけど、なんとなくやっぱり こっちの方が先にストーリーっていうか、こう発想から来てるような気はするんですけど、どうなんですかね。そうですね、まあもともと絵とストーリーっていうのが同時にこうストーリーの中で頭に出てくるんで、やっぱ絵は切れないですけどね、なかなかね、完全に文章だけではちょっと難しい。あ、そういうことですか。でも発想とかはそうですよね。なるほど。でも映画大好きなんで、どういうふうに、じゃあこれ細かいことなんですけどね、実際にその作る仕事というのが順番ってあるんですか。先になんか脚本書いて、それから絵を描くとか。まずはアイディアですね、まずキャラクターが出てきて、それでそれをこうどんどん煮詰めていって、でそこにストーリー、こういうキャラクターがいたらどんなストーリーが一番面白いか、感じからこうどんどん流れていって、で落ち決めて、それが台本っていうかセリフになる前の段階ですか。そうです。じゃあそれのストーリーが決まってて、で今度セリフ書く、それから絵書く。まず絵描いた後にセリフを書く。じゃあ絵がさ最初なんだ。でそれはラフな絵ですか。いや、そうです、ラフな絵です。ラフな絵で描いて、でそれでどうなんですか。でいわゆるこうラフな絵を描いて、まず最初にセリフを入れます。で今度出来上がった時にまた変わってくるんですよ。感想とか、このお互いの表情で、セリフまた変わってくるんで、そこでまたこうガーッと変えて。なるほど、なるほど。編集との関係でいうと、多分漫画家さんによって違うと思うんですけど、自分の場合はどのぐらいアイディアの時点で、いろんな時点での編集者とのやり合いっていうか、話し合い、なんだろう、掛け合いなんですよ。これどうって言うと、ちょっと面白くないと、編集はうんって顔
いいんじゃないですかという困った顔する。そうすると直すんですよね、こうやって。そうかそうか。まずこう目の前にいる人をこう楽しませる、編集者とこう一緒に、編集者が楽しそうな顔したら、あ、これ OK だっていう。なるほど、うん、なるほど。まず第一の読者なんで。そうですね、やはり僕らの業界って結局人を楽しんでくれることが目的なんで、あのエンターテインメントとアートはそういうところで違うなと思うんですけどね。そうですね、本当。多分漫画家さんがそれよく分かる人多いけど、あの映画になると、例えば日本映画だとアートね、それがアートになっちゃうんですよね。いいと思っちゃうんですよね。そうなんですよ、でもったいないですよ、ですごい、あのやっぱりゲームのクリエイターさんとかになると、やはり楽しんでもらう、というのがあるんで、あの映画になんで日本の映画になるとアートになっちゃうんで、もったいないですよね。昔は多分黒沢さんとかは自分がエンターテインメントだと思うんですよね。そこがちょっと違うんですよね。違うんですよね、そこはまあ、あの大切なところだと思うんですよね。両方入れていった方がいいと思うんですよ。自分の中のこだわりと、それをだからこう、なんていうんですかね、読んでる人にこうどう分からせるかっていうのがポイントだと思うんで。